大変長らくお待たせいたしました。本日のハイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ今回は、不定期で開催させていただいております KMT8 人タッグシリーズですかね、今回のチャレンジャーは先週リキ、そしてミスター6号で三上、カムイということで平純さんが選んでいただきました。いつもありがとうございます。まあね、最近出場機会もほとんどないメンバーということでピリッと、山椒が効いてるじゃないスパイスが効いてるというか、ちゃんとそういうテーマを持って、エントリーしていただけるのは本当にありがたいですね。で、チャンピオン側は、これが5代目王者ですね。現在ね4回防衛して今回5回目の防衛戦ということになります。忍びマクドナルドでザクレジ SKB タイガーマスク、そうウィングチキンさんということでね、いつもありがとうございます。ウィングチキンさん対平純という対決がここに実現ということになりますね。まあ、そんなことを言っておりますが、一応前工場だけちょっとお話ししておきましょうか。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドの Steam 版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきますということで、なんだかんだやってるんですけどもね。で、まあ、これもね、不定期公開ということで、不定期開催か。でやってる、タッグ、タイトルマッチなんでね、ちゃんと実況しないとね、これ13回目ですね。やらないといけないんですけども、まあ、今回これを開催した、意図としましては、ちょっとした理由があって、まあ、次期シリーズ、まあ、平行線って言ったらおかしいですけどね、同時開催というか、行っている、日本人最強レスラー決定戦 J という企画を、もう現在もう開催するということを決めてエントリーも終了して、あとは、もう用意どんで走り出すというところなんですけども、その、ねまあ、ことについてちょっと今日は触れながら試合を楽しんでいただけたらと思います。でもうまず最初にね、正直こんだけエントリーが来るとは思っていませんでした。舐めてました。他のね、エントリー方法のことだけ漏れがないようにっていうことばっかりに気が取られて、人数が制限するとかいうことを考えてなかったというのと、まあまあそもそもそんな余計けえへんやろうなと。そんなにエントリー毎回、まあ、前も何回かやってますけども、この視聴者参加型企画をそんなに来ないから、まあ、人数制限するほどでもないんじゃないかということで、昔はね増えたらどうしようなんて思ってましたけども、もうそんなけへんわと思って蓋を開けてみたら、まあ、ちゃんとした数をね、数えると頭痛くなるんでもう数えなかったんですけども、まあ、今回 J という企画名で進めていくこの日本人最強レスラー決定戦と題した、鶴田ブロックと前田ブロックに分けたんですけども、これ両方ね26名ほどのエントリーをいただいたんですよ。まあ、正確にはちょっとダブってる人がいたりするんで、26名ずつだから50名近くというふうにいいかな、過去最高の人数だとは思います。で、まあ、漏れがないようにということで一つの動画でっていうことをやったりしたんですけどね、まあ、それがまあ一応後でちょっと話しますけども触れますけども、ほぼ今のところ漏れがないだろうということでこのまま進めていけそうです。皆さんエントリーいただいた方ありがとうございます。でそのまあ人数が多いっていう問題なんですけども、いくつかねコメント欄の方にこうしたらどうですかっていうアイデアをいただきました。で、まあ、その中でその4つのブロックに割ってっていうのはもう一番最初に考えたんですね。ファイプロワールドの仕組みとしては、リーグ戦総当たり戦を行うときに、2ブロックか4ブロックという選択肢がありますので、最初まあ前田ブロックと鶴田ブロックっていう風に言ってたので、それをまあ4ブロックに分けて前田ブロック2つ、鶴田ブロックを2つっていう感じにした方が試合数は減るかなと思ったんですけども、
なんかちょっとイメージしてたのと違うなと、となんとなく思っちゃったんですよ。でもう今回はその前田と鶴田が、優勝して 各ブロックで1位通過して、決勝戦で戦うっていうのが、この日本人最強をもともとね決めるという、話の元みたいなもんですからという考えに至った結果、あとはまあなんとかなるかということで、2ブロックにさせていただくことになりました。まああのね、これも今後、いろいろなんですかね、アイディアとして参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。であとあのね、J という企画なんだから、レフェリーは城樋口ですよねっていうね、これも悩んだんですよ。まあ、これはね、あのまだ結果どうなったかっていうのは伏せておきます。まあ、まあ始まったらすぐ分かるんですけどね。ただそれもね思ったんですよ。ただジョーさんはやめました。ジョー樋口レフェリーが、カウントが遅いというのはプロレスオールドプロレスファンであれば誰もが知ることだと思うんですけども、まあ、ジョー樋口さんの3カウントがあれが本当は普通であって、他がみんな早いのかもしれないですけどね、あれが基準と言えるかもしれないですけども、ただ一個だけ気になったのが、そのなんとなくですよ、これいろんなこう前田対鶴田ってなった時に、こう前田が、どっちかって言ったらちょっと新日で、鶴田は、前日というようなこう図式がなんとなく見えるし、まあだからJ の一番最初のコメントじゃない動画にちょこっと触れましたけども、まあアントニオ猪木の牙を、アントニオ猪木に対して牙を剥き続けた男を前田、そしてジャイアント馬場の意思を継いだ男をジャンボ鶴田みたいな、こうちょっと猪木と馬場の代理戦争でもあるみたいなところでいくと、その両方をいけるレフェリーじゃないと、ジョー樋口さんだとちょっと馬場色が強すぎるじゃないかなと。だからその全日本にも新日本にも、まあ、どこでも大丈夫っていうようなレフェリーにちょっとしようかなということを思ったというぐらいですね。まあ、これはまあヒントというか、皆さんまた想像して楽しんでいただけたらと思います。まあ、言ってももうすぐ、J シリーズ始めると思いますけどね。であとは、試合時間については、これはねやっぱり悩みました。コメントがあったんですけども、20分1本勝負で、時間を縛る、どっちがいいことで、まあ、その下手に無制限一本勝負なんかは無理ですよねっていう話になって、で、まあ、それはもうそうだ、30分一本に勝負にするか20分一本勝負にするかっていうところでかなり悩みました。まあ、これもまた蓋開けてね、お楽しみということにしますが、まあ、そんなこともいろいろ悩みました。であとクリティカルですね。クリティカルを、これはもう言ってもいいかな。今回もう決定ですから、コメントをいただいても変える気はないですけども、過去にやったことがなかったんで、コメントもいただいたんですけども、クリティカルは、発生する確率を多く大どっちだったかなにします。でやってみます。やったことないからどうなるかわからないし、それでクリティカルがね、KO がボンボン生まれるようであれば、もう今後ちょっと変えなあかんなと思いますけど、まあ発生するって言っても別に発生したらダメなことでもないですから、まあそれはそれで試合時間短縮になるかな。でそのごめんなさいね、 J のことばっかり喋って急に終わりそうな気もしますが、700試合ぐらい多分やらないといけないんですよね。だからそれを見た時にちょっとこれはあかんわと思って、その4ブロックにするやなんやかんやで減らす方向でもおったんですけども、もう700は700でいこうと、でそう思うのが、あとトーナメントをやって、一次トーナメントをやって、それで勝ち上がった人間だけで決勝リーグをやればいいんじゃないかっていう声もいただきました。もちろんそれも考えました。予選会をするということでね。で、まあ、それでも1回は出場するわけだからいいかなと思ったんですけども、多分エントリーされてる方はそれをあんまり望まないんじゃないかなと、
自分がエントリーしたレスラーがやっぱりずっと勝ち残ってるというか、優勝に絡むことはできなかったとしても試合が見たいんじゃないかなと僕は思ったわけなんですね。だからもう茨の道を選ぶことにして700試合はやろうと。1日何試合とかっていうその日程の切り方がどうしたらいいものかっていうのを今悩んでいます。だからまあそういうことをちょっと悩む時間をいただくために、延命治療じゃないですけども、この KMT の動画を、ちょっと流して、お茶を濁させていただいてお時間をいただいているというようなことですので、まあご理解いただいて、その間別にサボってるわけではございません。あ、そうそう、あの痛風に対するコメントも、本当に数件ですがいただきました。ありがとうございます。あのご心配というかご心配をかけるようなコメントをね、プロであればそういうことを言わずに置くべきなのかもしれないですけど、まあついつい言い訳がましく言ってしまいました。現在なんとか歩けるようになりました。でね、これ痛風なったことある人は分かるんですけど、お、ちょっと待って、うわー、タイヤ。痛風の話はするなということで虎のお叱りをいただいたみたいなので、まあ、痛風の話はこの辺にしておきましょう。まあありがとうございます。本当にご心配、いただいた方、大変、なんとか回復に、大変じゃない、回復に向かっておりますので、ということで、これはミスター6号の丸め込みをタイガーマスクが見事に潰す、しかもその場所が素晴らしい、潰した瞬間に、他の3名が出てカットに入り、カット、カットを抑える方に入り、見事でしたね。試合時間22分4秒、エビ固めでタイガーマスクがミスター6号から3カウントを奪った試合でした。チキンウィングさんおめでとうございます。試合評価 97% ということで、王座防衛、これがなんと4回、何回目やったっけ、ごめんなさい、4回防衛してたんで5回防衛成功になったんかな、5回防衛なんかな、ちょっとタイトルのこれを見てね。それでまあうだうだ言いながらお別れしましょう。5代目王者、わー素晴らしいですね。防衛回数5に伸ばしました。過去のタイトルでこんだけ防衛回数を、伸ばしたのはないんですよね。あ、ジャイアント馬場の IBO の6代目王者防衛回数5、これに並んだというわけですね。まあもうやってる、タイトルマッチの数が全然違いますけどね。まあまあ、ああなるほどね。この IBO のタッグ忍び組が、4という記録もあったんですけども、もうそれも抜いちゃったと。タイトルマッチが全然行われていませんが、まあそんなことはね、気にしてたらやってられないので。そうか、タイガーマスクは2冠なんですね、これでね。うん、まあまあ、はい。というわけで、今回はこの辺でお別れにしましょうかね。というわけで、次回から、もう一回ぐらいちょっとな、なんかお茶を濁すかもしれませんけども、まあ、なんだかんだ言いながら、ちゃんと J という企画、進めてまいりますので、こうご期待ということで、今回はこの辺でお別れです。最後にもう一度この画面投げ見ておきましょうかね。はい、ウィングチキンさんおめでとうございます。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。あ、そうそう、これあんまりもう皆さん分かってると思って言ってませんけど、このタイトルにあなたもチャレンジできます。自分のこの WMW という格闘ファイプロ団体に上がっているレスラーで4名、同じレスラーはダメですよ、4名、あれなんていうの、カルテットかって言ったよね、4人はね、トリオが3で4はカルテットですね。カルテットを組んで、この動画の今見ていただいている動画へのコメント欄にコメントをしていただいた方の中から、一番早かった人が挑戦権を得るというシステムなので、まあ、よかったらたまたま一番になれるかもしれません、なれないかもしれませんね、ということでよかったらエントリーの方またお待ちしてますので、今回はこの辺でお別れにしましょう。ではまた。